京都円町、神海鮮丼ランチで、有名な仲良しさんの映像がですね、これちょっと前なんですが、去年2019年の末ぐらいだと思うんですけれども、の映像出てきたので、一応アップしておきます。海鮮丼、これ神海鮮丼ですね、1100円になりましたが、それでもまだ安いです。このイクラが山盛り大量にあるのがもう嬉しすぎますよね。でボリュームももう思いっきりこれでご飯少なめって言ってる感じなので、なのであれなんですよ、あのイクラがあるからもう醤油かけなくてももうまんまこのまま食べても美味しいぐらいの、勢いの海鮮丼でございます。この時もなんかアップする気がなかったのか、もうこれだけしか撮ってなかったんですが、すいません。場所は円町から春日通りを下がっていって、神谷川、天神川をちょっと越えたところの西側にあります。また行きたくなってまいりました。しばらく仲良しさん行ってないんですよね。なんか新商品ができたり、いろいろしてるみたいなんで、あ、そうそうそう、特上海鮮丼やったかな。真ん中に乗ってるマグロが、あの、ウニに変わってるやつとかもあるみたいなので、またですね、近々行ってみたいと思います。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。